帰ってきたぞー。あ、お帰り。皆さんどうもこんにちは。悪魔です。ほんとだ。なんだー、帰ってきたってかくれんぼオンラインのことだったのね。そうである。普通に喋ってくれ。かくれんぼオンラインすごく久しぶりに開いたんだけど、ステージが結構変わっててびっくりしたよ。ゲームのルールも追いかけっこに変わってたりして、それならゲームの名前が変わってるだろ。ということで今回は久しぶりに隠れて見つけて暴れたいと思います。暴れなくていいです。それじゃあレッツかくれんぼ。最初のステージはおなじみみんな大好き下水道です。初耳なんだけど。わーい、下水道、下水道。嘘だろ。あれ、下水道って天井あったっけか。いやいや、下水道には天井なんてなかったよ。フィールドの外に出られないように天井を作ったのかしら。その可能性は考えられるな。でも天井を作ったことで、今度は天井に張り付くことができそうだよね。天井に張り付かれたら爆弾でも使わない限り届かないぜ。今回ここではランプになったのね。小さいから鬼に見つかりづらいかも。どんまい。かくれんぼ、どうして見つかるかくれんぼ。プロにはかなわねえよ。あら、ここではかくれんぼじゃなくて鬼ごっこが始まったみたいよ。ルールガン無視だぜ。ゾロゾロ鬼が集まってきてるよ。逃げ切れるのかな。おい、どうしたこんなに集まって。それがこのビンスがしっこくてパンチが当たらないのよ。鬼4人対1人ってすごい光景だな。さあ解散解散。とうとう残り1人になってしまったわね。どうか残り90秒見つかりませんように。ひぃ、近い近い。ということで今回最初のステージは下水道です。さっきのなかったことにしようとしてるー。あ、うぷ主にぴったり、下水管よ。霊夢ちゃんそれどういう意味かな。下水管って壁についてるやつだよな。そうそう、一般家庭のお風呂場にもあったりするのよね。ねえよこんなもん。どこにしようかな。同じ下水管があるところなら自然に隠れられそうだぜ。じゃじゃーん、今回はここに決めました。いやー、完璧完璧、今度こそ絶対に見つからないね。あれ？あんたこれ、逆じゃない？くるりんぱ。堂々と直すな。いやー、霊夢ちゃんありがとねー。言わないでそのまま見ていた方が面白かったわね。また秒で見つかってたぜ。さあ鬼よ、どこからでもかかってきなさい。あれ、おかしいな、今度は逆鬼ごっこが始まってるよ。説明しよう、逆鬼ごっことは、隠れる側が鬼を追い回す鬼ごっこのことである。どこから出てきた？鬼一人に対して隠れてる人が16人もいるのよ。くそー、どうして俺は一人なんだ、他の鬼は一体どこへ行ったんだ。おっさき。気にしないでください、そういうのよくあることですし。そうだよね。フォローしてあげたのにー。壁にも天井にも触れてないはずなのに、浮いてるわ。これは一体どういうことなんだろう。こういうことが可能なのか、それともバグか。こんなことできるなら私も常に浮いていたいー。怖いわ。最後は鬼になって隠れている人たちを全員見つけてやる。お前ものの配置覚えたのか。あ、もちろんだとも。嘘っけー。このステージも結構変わってるから注意して探しましょう。そうだね、ヒントヒント。最初からヒントだよりかよ。あれ、こんなところに檻なんてあったっけ。ありました。とりあえず殴って確認って繰り返しやってたら死ぬぜ。あの壺隠れてた人だったんだ。あの人は真のかくれんぼマスターね。きっとこのマップにあるアイテムほぼ覚えているんだろうな。それほどこのゲームで遊んでるってことだね。一つのゲームを長く遊べるって羨ましいわ。私の場合起動したら閉じちゃうってこと結構あるから。それスマホがぶっ壊れてんだろ。おかしい、いない、いないぞ。いやまだ8人もいるぜ。うぷ主、あんたは闇雲に探すよりヒントを探した方がいいわ。わかった。あー、ヒント発見。最後の一人は車輪だってよ。車輪、どこかにあるはず。あー、これだー。俺のが先に見つけたぜ。おばちゃんこんにちは。おばちゃんこんにちは。ダメだこのばあさん全く気づいてねえ。おばちゃん。ババア、この野郎俺の顔にもろかかったじゃねえか。俺の嗅覚はな、カエルの5億倍なんだよ。想像がつかねえ。あ、もうプラー。あんたちょっと静かに。ちょっとコーヒーでも飲んで落ち着くか。そうだね、お茶しよう。ここのコーヒーは世界一うまいと評判なんだよ。
そうそう、ばあちゃんが言ってたわよね。あいつここのコーヒーしか飲んだことねえんじゃねえか。ここの店はペットの同伴はダメなんだけど、ブーちゃんは今はベンツだから入店 OK だよね。車こそ入店ダメだろうが。では、コーヒーください。誰に言ってんだ。あ、俺身長低いからここからじゃ注文できない。回り込んで注文したらいいのよ。なんて迷惑な客なんだ。あ、店員のおばちゃんぶっ倒しちゃった。おばちゃーん。ブーちゃんよくやった。これで好きなメニューを好きなだけ持って帰れるぞ。ただの強盗じゃねえか。さーて何にしようかな。ちょ、ブーちゃんどうしちゃったの。はまっちまった。顔面と、左前足が。こんなにまじまじとあんたの顔面見たの初めてよ。貴重だから写真撮っておこう。可愛く撮れよ。あんたの目、切ない目をしているのね。意外と可愛いな。やめろよ。褒めても何も出てこない。ゲップなら出たわ。じゃあ、毒ガスー。あまりにもテンポが狭かったので、ゲロ吉はラジコンで撮影しています。おいなんでブーの野郎あんなところにいるんだよ。散々おばちゃんに嫌がらせをしたから料理されてるのよ。期間限定でこの店のメニューに生姜焼きが追加されるかもね。ひー。でかすぎてカウンターテーブルから体がはみ出ちゃってるわ。スペアリブでもいいかもねー。あ、生ハムにしちゃうってのも一つの手よ。お前ら怖すぎ。でも肝心のおばちゃんが全く動かないんだよね。それなら一緒におばちゃんもスペアリブにしちゃえばいいじゃない。ブーちゃんとおばちゃんは戦闘不能だったから置いてきたよ。おばちゃんはもともと連れて歩いてねえだろ。今度はばあちゃんを引っ張ってくるつもりだね。おーい。この声はあの闇闇じゃんけんで有名な、ヤミーさん。おいそれだとお前みてえな言い方になるだろうが。ヤミー。ヤミーさん、やっぱウプ主とは風格が違うわ。は、当然だろ。ちょっとー。珍しいな、ヤミーが来てくれるなんて。ブーちゃんのスペアリブが食べたくて来たの。あいつのスペアリブ、食って大丈夫なのか。あら食べない方がいいな。私が今回来たのは、こいつらに会ったことなかったからなんだぜ。いやーわざわざ来ていただいたのに、こんな腐った豚をお見せしてすいません。誰が腐ってるって。あんたたち、もし変なことしたら闇ちゃんに切り刻んでもらうわよ。気をつけろよな。お前もな。さあばあちゃんよ、一緒に外へ飛び出そうじゃないか。あ、俺たちのすごいところ見せてやろう。出発。おいフックショットのせいでバンジーみたいになってるぜ。豚に乗ってバンジーする人なんてあんたくらいよ。ちょっとこれ、どうすればいいのさ。バンジー。諦めてバンジーしろって言うのか。それにしてもバーの腹、気持ち悪いな。ガーン。自分でガーンとかいうやつ始めてみたぜ。あんたたちバンジーも下手くそねー。もっとバンジーらしくビヨンビヨン動いてもらいたいよ。これじゃあただの宙吊りだぜ。私たちを見くびらないでちょうだい。そうよ、私たちは花であり、白鳥なのよ。なんか腹立つな。私は白鳥。何言ってんのよ、私が白鳥なのよ。カエルと豚の醜い争いだぜ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。ちゃんと隠れてるつもりなのに迷うことなく見つけられてすごいぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。